続きましては溢れる才能に恵まれながらもわずか4戦で引退、前景に里のダイヤモンドを持つ未完の大器、里のジェネシスです。父は昨年まで11年連続チャンピオンサイヤーに輝くディープインパクト、母はアルゼンチンの G1 ホースマルペンサ、母の父はオーペンでございます。現役時は2歳から5歳までの4シーズンでありましたが、途中長期休養がありわずか4戦3勝3着1回という成績で引退をしております。デビュー2戦目を落勝し、続くゆりかもめ賞では上がり33秒4の瞬発力で3馬身差をつけ連勝、その鮮やかな勝ちっぷりからダービー馬候補の1頭と注目されましたが、不運にもこの後の脚部不安により長期休養を余儀なくされております。2年3ヶ月ぶりとなりました復帰戦では、東京芝 2000m で1分57秒9という好タイムで走破、この勝ち時計は同年の天皇賞秋におけるエフフォーリアと並び2021年の同コース最速タイムでの勝利でありました。残念ながらこれが最後のレースとなりましたが、この驚くべき潜在能力や似通った競争成績は同じ父を持つシルバーステートを連想させます。父ディープインパクトは説明不要の第一母馬、また母系につきましては母マルペンサはアルゼンチンの G1 を参照した名品で、本馬の前傾に里のダイヤモンド、また甥には昨年の2歳 G1 ホープルステークスを制しましたドライレーデがおり、数多くいるディープ後継の中でも大変中身の濃い血統背景となっております。なお種付け料は辞退条件30万円となります。ぜひよろしくお願いいたします。以上、里のジェネシスでした。